リチャード・ミラーは、アメリカの臨床心理学者、ヨガ研究者、統合的回復研究所の創設者。国際ヨガ療法協会の設立者の一人でもあり、イエイト・ジャーナルの創立者兼編集者である。非人間的ヨガ研究者として知られている。リチャード・ミラーは40年以上にわたり、ヨガやタントラ、不二十一言論、道教、仏教、非人間的な教えと、 西洋の心理学の融合を探求してきた。現在は研究と執筆活動に加え、セミナーやリトリートなどで国際的に活動を行っている。リチャードは彼が開発したヨガ瞑想であるアイリストの効果に関して、ウォルターリード陸軍医療センター及び米国国防総省と共同研究を行い、PTSD に苦しむイラクやアフガニスタンからの 期間兵の治療に有効であるとの研究成果をまとめた。この成果に基づき、米国陸軍軍医総監エリック・シューメーカーは2010年にアイレストを慢性的な痛みに関する代替医療として承認した。PTSD 及びその関連症状の治療におけるアイレストの効果に関する研究は現在も継続的に行われている。リチャードとエリックが創設した。 意義は、ヨガや瞑想スタジオだけでなく、ホームレスシェルター、刑務所、ホスピス、高齢者向け施設、大学、薬物依存クリニック、多発性硬化症やガンガイ米軍施設にアイリストのプログラムを提供している。ありがとうございます。